ありがとうす。こんにちは。ズイです。それでは今回なんですけども、吉野家でついにモバイル T カード対応へ、キャンペーンも実施、アプリもアップデートし、PayPay が開けるようにということで、今回は T ポイントカードについての情報がありましたので、サクッとお伝えしていこうと思います。それでは早速こちらなんですけども、なんとついに吉野家でモバイル T カードに対応したんですよね。いやー、昨日の動画でちらっと言ったんですけども、吉野家はまだ、モバイル T カードに対応しないなーっと思ってた矢先、まさかの今日発表があって、 対応したということだったので、正直驚きました。ちなみにモバイル T カードがご存じない方のためにどんなものか簡単にお伝えすると、スマートフォン専用の T ポイントカードのアプリがあるんですが、その中に T カード情報を入力したらカードがなくてもスマホに読み込んだ場合は、 お店で T ポイントカードのアプリを提示するだけで T ポイントが貯まります。まあ今ではこのアプリ以外にも PayPay であったりとか LINE にも T ポイントの情報を入力することは可能となっているので、まあぜひですね、モバイル T カードを使ってみてください。そして今回はなんと吉野家がモバイル T カードに対応したことによってキャンペーンが実施されます。それが今出ているこちらなんですけども、スマホがお得、T ポイントは80ポイントが必ずもらえるキャンペーンとなっています。 で、このキャンペーンの内容を簡単に説明すると、期間中に吉野家、もしくは蕎麦床吉野家でモバイル T カードを提示して、税抜き300円以上のお会計をすると、通常のお会計で貯まるポイントに含めて、T ポイント80ポイントがプレゼントされるキャンペーンとなっています。で、期間は2019年の11月の21日から12月31日までなので、まあ、今年いっぱいあるということですね。 そしてこのキャンペーンのちょっと面白いのはエントリーが不要となってまして一つの T カード番号につき1日1回そしてなんと期間中合計10回までこの得点を受けることができますなのでもし10日間に分けて吉野家を利用されたら実質800ポイント分はもらえるということになりますね 一応先ほど出てた税抜き300円以上のお会計がキャンペーンの対象となってるんですけども、今回吉野家の牛丼の内盛りが税抜き352円で済むので、まあ一杯だけで頼むだけでも大丈夫ですね。で、ちょっとした細かい計算をすると、今出てる通りなんですが、税込み計算の場合、牛丼内盛り1杯が387円ですので、今回はそこに通常の T ポイントが200円で1ポイントをもらえるのに含めて、キャンペーンで80ポイントがもらえるので、実質306円で一杯が食べれることになります。 またさらにそこで PayPay ペイペイや他の JCB のクイックペイなどのキャンペーンで決済したらさらにお得になるので、これはうまく利用するのもいいと思います。まあもしですね、計算間違えたらご指摘ください。一応この通常の T ポイントアプリのモバイル T カードの設定方法なんですが、まあそのまま公式ページから引っ張ってきまして、まず最初に T ポイントのアプリをインストールします。で次にここでアプリの利用規約に同意して Yahoo Japan ID でログイン。それができたら T カードの番号と生年月日を入力してモバイル T カードの規約に同意。 で、これで設定が完了となるので、これをお会計の際に店員さんに見せればバッチリです。めっちゃ簡単ですね。ちなみにモバイル T カードは T ポイントアプリ以外も対応してまして、 次の通りなんですが、ざっと読み上げます。でウェルシアグループアプリ、ツタヤアプリ、洋服の青山アプリ、スーツカンパニー、ドラッグタカアプリ、ドラッグイレブン、オートバックスアプリ、LINE PayPay ペーペー、T ポイント主婦アプリ、主婦、Google Play、スマホ財布で、今お伝えしたものが対象となったので、まあ一つでも使っていれば、ぜひ吉野屋でモバイル T カードを出してみてください。ちなみにこの特典のポイントについては、2020年の1月末に認定されるので、まっ、あ、すぐに T ポイントがもらえるわけでもないので、ここはご注意ください。キャンペーンの解説は以上なんですけど、 でも他にも T ポイントアプリについての情報が少しありましてまあ、ちょっとしたアップデートが加わったんですよねそれが大きく4つあるんですけどもまず T ポイントアプリを開いたらトップにモバイル T カードを表示させるようになりましたそして2番目はワンタップで PayPay を起動できるようになりましたそしてあとは中飲食店などの事前注文できるモバイルオーダーサービスもスタートして で4つ目の電子マネーの T マネーへのチャージボタンを追加という感じですね。まあ確かにこれまで T ポイントアプリからのバーコードを開くのがちょっと面倒だったので、僕はいつも PayPay ペペの画面から出していたんですが、それが今回のアップデートで T ポイントのアプリから一発で表示されるっていうのはちょっと便利になりましたね。そして、これは夏にちょっと発表されていたんですけども、来年の2020年の春から吉野家では楽天のポイントが貯まるサービスも開始するので、これはちょっと個人的には嬉しいですね。 ま、そんなこんなで今回は、吉野がモバイル T カードに対応するということと、それに加えてのキャンペーン情報、そして T ポイントのアプリがアップデートされましたよ、ということについてお伝えをさせていただきました。いや、先日、ファインペイの動画でもお伝えしたんですが、僕自身は T ポイントを貯める機会は結構少ないんですが、ま、なんちゃかんちゃ、吉野であったりとか、他の飲食店で T ポイントを出すことがあるので、これはま、ちょっとうまく活用したいところではあります。今回お伝えしたキャンペーンのリンクや他の情報のリンクも下の概要欄に貼っておきますので、詳細が気になる方はぜひチェックしてみてください。 くださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました